皆さんこんにちは、エイビクスアーティストアカデミー福岡校ボーカル講師の前田です。今回は P8-5 ボイシング楽曲ハモリレベル2というメソッドをご紹介します。このメソッドの目的は2つあります。1つ目は、3声のハモリをしていくんですが、1つ目は主メロに対してハモリのラインを2つ以上覚えてピッチを合わせるということです。2つ目はハモるときに相手のラインにつられずに自分の音程をキープしてハーモニーを作ることで正しいピッチ感覚を理解するということです。以上2つの目的に沿ってトレーニングをやっていきたいと思います。今回はハッピーバースデーという曲を使ってこのハモリの練習をしていきます。一度曲を演奏してみます。部分です。ここのメロディーだけを使ってハモリの練習をしていきます。ハーモニー確認してみましょう。こういうハーモニーになります。早速主メロから練習をしていきたいと思います。一度歌ってみますね。今回はメアリーさんのハッピーバースデーということにしましょうか。ハッピーバースデーディアメアリー、ハッピーバースデートゥーユー、こんな感じのメロディーになります。それでは練習してみましょう。ワン、つけていきます。ガイドメロディーは入れて演奏しますので、皆さん先ほどと同じように主メロを歌ってください。いきます。ワン、ツー、もう一回、はい。それではガイドメロディーを抜かします。ピアノはハモリの下の2声を弾きますので、皆さんは主メロを歌ってください。いきます。ワン、ツー、もう一回、はい。それでは次に5度下のラインを練習していきます。一番下のラインです。歌ってみます。ハッピーバースデーディアメリー、ハッピーバースデートゥーユー、こういうメロディーになります。それでは歌ってみましょう。ワン、ツー、つけますので、皆さんは今のラインを歌ってください。ガイドメロディーは入れていきます。いきます。ワン、ツー、もう一回、はい。それでは次にガイドメロディーを抜かしていきます。ピアノは上の2声を弾きますので、皆さんは一番下のラインを歌ってください。ここですね。ワン、ツー、もう一回、はい。それでは次
次に3度下のラインを練習していきます。真ん中のラインですね。歌ってみます。 Happy birthday dear Mary, Happy birthday to you。 こういうラインになります。歌ってみましょう。 1,2。つけていきますので、皆さんは今のラインを歌ってください。ガイドメロディーも入れていきます。 1,2。 もう一回。はい、それでは次にガイドメロディーを抜かしていきます。ピアノは一番上と一番下のラインを弾きますので、皆さんは真ん中のラインを歌ってください。あ、失礼。ここのラインですね。いきます。1,2。でしょうか。今回のトレーニングのポイントとしては、自分の歌うラインをアカペラで歌えるようになるまで繰り返ししっかり練習をするということです。まずはしっかり自分が歌うラインの音程を覚えてからハモる練習をするというのを意識してみてください。ピアノでハモれるようになったら、お友達と3声のハモりをぜひチャレンジしてみてください。それではまたレッスンでお会いしましょう。さよなら。